元気をいただきたいと思って。元気をね、ええ、毎年来るんだ、ええ、お近くですか。近くにね、うん、春年畑もあるんで、うんうん、毎年回りたいです、うんうん、頑張れ。あ、奥さんの、実は毎年奥さんと一緒に、あ、そうそう、ちゃんとこう敷物もね、敷物も持ってきて、ね、皆さんのお借りして、ね、頑張れ。私がいいの、うん、あのお母さん、あのいつもいつも応援されてるんですか。はいはい、はい、してます。はい、浅井さんが特に浅井さんが特に浅井恵理子さん、あ、はい、浅井恵理子さん応援で、はい、応援してます。はい、あの今年はいかがでしたか、応援して。今日花は咲いてないけど、うん、天気良くてよかったですよね。そうですね、もう皆さん頑張れって声かけてるんじゃないですか。はい、はい、そちらの皆さんもいつも、はい、一緒に一緒に、はい、一緒にやってます。ピースしてて ここは31キロ地点のランナーサポートです。グループの皆さんがコカリナの演奏でランナーを応援しています。ありがとうという声がかかりました。あのやっぱりこのオカリナの音色で皆さんを応援しようというこの発想がなんか素晴らしいな、斬新と思ったんですが、やっていてどうですか。なんかありがとうって言っていただいたりね、うんうん、なんか本当に私たちが吹いてることでちょっと皆さんがね、少しでもね、力が、うん、を得ていただくんだったらね、うん、本当に嬉しいなと思って、うんうんうん、そうですね、はい、皆さんなんかこうね、笑顔で答えていたり、手を振ったり、ね、ね、されていましたね。桜悠悠会さんという皆さんが上り旗まで持ってきて応援しています。ちょっとインタビューします。 お父さん、あのどういうグループですか。飲み会です。飲み会、え、飲み会での飲んでるは飲むのが主で、その間に走ると、楽しんで走ると。飲むのが主でたまに走る。そうそうそう、それで気持ちは悠々と。あ、いいです ね。え、地元ですか、どちらですか。東京です。あ、東京ですか。あとわざわざ五座を用意して。東京はどちらから。私と所沢は千葉流山。ああ、長野まま、ご苦労様です。皆さん五座も持ってきてね。五座もね、だいたい
趣旨が分かるでしょ。はい、いいですね。あの飲み会の趣旨が。飲み会の趣旨がね、いやもう、あの、登り旗ね、こうマラソンね、書いてありますもんね。そうです、すごいですね。これ、すごい。歴史あるんですか。じゃあちょっと、歴史語っていただける方は。はい、じゃあ歴史を語っていただいて。語る方はね、あの、松次郎さんから出てきた人。あ、やっぱりなんかちょっと長野にゆかりが。そうなの、田舎、こちらのもんで。なるほどね。それで昨日来まして、今日それで仲間が3人走って、もう行っちゃったんですね。そう行っちゃって、はい、それで今他の方応援してます。あ、いいですね。やっぱこう沿道の皆さんのね応援があるとね違いますよね。この方はね千葉の旦那。旦那。いや、どうぞ。お父さんが走ってっちゃったんですよ。お父さんもおじいちゃんも、ね、おじいちゃんも。一家でマラソンランナー。そうなんです。その子が走る。この子もお母さんですよ。うん、お母さんもランナー。お母さんもランナー。あの遺伝子は着々と受け継がれていくんですね。私も将来絶対長野マラソン出ますから。そうですか。あのインターネットで。皆さん今日はどういう応援で。スポーツクラブ FBA 岡里の会員さんたちを応援してます。スポーツクラブ行ってね、日々、はい、あの修練されてる皆さんが。そうですね、日々のトレーニングの、はい、何人ぐらい。20人ぐらい。おー、20人も、はい、それで皆さん応援しようと。そうですね、みんなの意気込みと応援メッセージを書いて。応援メッセージ、はい、ちょっと応援、あ、こちらですね、応援メッセージ、はい、へー、すごい。ほう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 、ベストで頑張れ。すごい。毎年やってるんですか。毎年応援しに来てます。毎年応援してる、はい、でもやっぱこの沿道の皆さんの、ね、応援があるとランナーの皆さん違いますよね。そうですね、いつも手振ってくれて嬉しいので頑張って応援してます。皆さん、やっていてどうですか。いやー、すごそうですよね、これ大変そうで、実際走ったら自分じゃ走れないですね。いや、でも皆さんの応援があるとね。頑張れーの声がこの頑張ろうの声がいいですね。